おはようございます。11月1日水曜日、溝口駅長の朝ライブです。11月です。新しい月がスタートしました。今朝の大阪はいいお天気ですね。お天気いいんですけれども、やっぱりだんだんと日が短くなってきたからか、ちょっと光の量がね、減ってきてるなっていう感じがします。 これから夜が明けていくようなね、そんな感じ。まあ暗くはないんですけどね。明るいんですけれども、以前ほど、あの、高校と太陽がね、照ってるっていう感じじゃないです。気温もまあ、暖かいですね。はい。暖房とかつけなくても大丈夫な感じです。皆さんのお家はいかがですかあるいはもう外に出てる方、どうでしょうかね。はい。体感、気温、どんな感じか教えてください。 今井さん一番乗りありがとうございます。森さんおはようございます。11月だから寒いです。あ、そちら寒いですか中谷さんいつもありがとうございます。体調いかがですか <laughs> <laughs> やかやかわりさんどうもあはようさん。はい。他の皆様お目覚めでしたらぜひコメントよろしくお願いします。 おっと、えー、小西さん。えっ、ー、と、奈良は雲一つない快晴です。えー、っと、今日もいいお天気になりそうですね。はいはい。なんか、11月初旬は、ああ、ね、異例の暑さになりそうだなんていうニュースが出ておりましたけれども、まあそうですね、この時期にしては、まあ気温的にはね、暖かいんじゃないかなと感じます。 伊藤さん、おはようございます。今日も秋晴れ、名古屋、いいですね。はい、えーね、こういう気持ちのいい季節、いつまで続くんでしょうか。<laughs> ねかまあ、やっぱり体も少しずつ、ね、寒さに慣れてきたせいか、まあち,ょね、あのちょっと休ったじゃない寒,寒いと感じなくなってきましたけどね。はいえー、運動とか、ねまあ、旅行にもいい季節になりました。奥さん、どうもおはようございます。 山崎さんもいつもありがとうございます。はいはい。では始めていきます。鉄道趣味で人生を豊かに溝口駅長の朝ライブです、えー。今日もちょっとね、先日の日曜日にやりました、えー、バス旅対決に関連したお話でですね。 まあこの間の対決旅はですね、まあ、路線バスがメインなんですけれども、大阪メトロも乗っていいよというね、地下鉄も乗っていいよという、まあ、そういう、まあ、地下鉄とバスの、えー、両方のね、えー、駅と、えー、バス停を巡るという、そういう対決旅でございました。で、まあ、地下鉄ですね、うん、皆さん地下鉄好きですか え好きかどうかと言われると、あんまりそういう趣味的な要素は少ないんじゃないかなと私は思うんですけれども、まあ、鉄道マニアの方の中にはですね、やっぱり地下鉄好きな方もいて、えーまあ、地下鉄の音いくらでも喋れるよという方もいると思うんですが、正直溝口はそこはあんまりですね、まあ、今まであんまり興味がなくってですね、やっぱり私景色が見るのが好きなんで、 車窓風景見るのが好きなので、外見てもね、真っ暗で何も見えない地下鉄はちょっと興味が持てなかったんですけれども、まあ、今回みたいにですね、まあ、あの旅として地下鉄を使うという機会に恵まれましてね、まあ、なかなか地下鉄も面白いなと。まあ、今まであんまり注目してなかった分ですね、あの新鮮な気持ちで乗り降りできたなと。 思っております。えー、どうですかね、皆さん。まあ、地下鉄の、まあ、車両もね、いろいろありますしね、まあ、路線によってカラーが違ったりとかですね、同じ形式であったり、あっても、えー、そういうのがあったり、まあ、模型やってる方はですね、地下鉄の鉄道模型。<laughs> ね、あの模型だから屋根の上とかね、えー、床下とか <laughs>、どんな風になってるのかって見れるんですけれどもね。 まあそういう、まあ模型で見ると意外と地下鉄もね、バラエティに飛んでるなーっていうのが分かったりしまして、私がやってる模型界でもね、地下鉄車両を持ってきてくれる方がいるんですけれども、まあ結構子供たちが食いつきますね。まあ自分のね、えー、身近な路線だったりするとね、えー、あっと、なんとか線だと、中央線だ、緑水道筋線だと <laughs>、いう感じでね、声上げてくれたりします。 で、まあ、地下鉄の面白さ、まあ、車両の面白さもまあありますけれども、まあ、私あの結構、あの、建物とかそういうのも好きなので、やっぱり駅の構造、特に地下の駅というとですね、まあ、あの、いろんな方向に地下道が伸びてたりね、えー、出口がいろんなところにあったりしまして、まあ、初めて行った駅だと構造がわからないですよね。まず、駅を降りて、 まあ知らない駅だとね、まあ、大体駅の改札出たところにね、まあ、出口の案内図がありますんで、えー、と目的地の方向に行くにはどの出口で出るのが一番最短かというのをね、調べて動いたりします。まあ、最近はまあスマホでね、えー、目的地セットしておけば、えー、この駅だったら何番出口を出たら近いですよっていうのは教えてくれますけどね。 まあ、とはいえ、やっぱりあの、そういう地図とかでね、しっかり確認したいなと思ってね、そういう駅構造とか見るのも面白いですね。まあ、特に関西ですとね、まあ、大阪、梅田とかね、まあ、南波とか、ね、えー、そこら辺は地下道がね、まあ、中央に伸びてて、まあ、雨に濡れずに移動できるっていう便利さは突然あるんですけれどもね。 初めての駅だと、まあ、どっちに歩けばいいのかってわかんないですよね。まあ、地図があっても、その自分がどっち方向向いてるのかっていうのがわかんないとねえ。多分こっちだろうと思って動いたら全然違う方向を動いてるってことはよくあります。まあ気づいて引き返せばいいんですけれどもね。もう地下道の突き当たりまで行ってどうも違うなと <laughs>。地上に上がってみてどうもこっちじゃないなと思ってね。引き返したりとか。まあお仕方なく誰かに聞いたりとかね。 通りすがりの人にこう、どこそこ行きたいんですけど、こっちで会ってますかみたいなね。まあそういうので迷ったりしますけれども、ちょっと急いでるときは困りますけどね。まあ時間に余裕があるときは、ああ、間違っちゃったなと。まあまあ、間違いついでにこっちも行ってみようかみたいなね。そういうのも楽しめたりします。私も梅田の地下街なんてのは、本当初めて行ったときなんてのは、まあ、わかんなくってですね。 どっち行けばいいんだろうかな。もうちょっと地下歩くの怖いから、もう地上歩いたりしてね。まあ、地上歩くと、あの、ね、横断歩道とか、信号で止められるんで、えー、歩きにくいんですけどね、それはそれで。まあ、本当に複雑でね、えー、もうどこにいるのかわかんなくなったりしたもんです。まあ、ようやくね、まあ、大人になって、まあ、何度も通るようになってからは覚えられましたけれども。 まあ難しいです。まあまあ関西はだいたいわかりますけどね。関東に行くともうさっぱりですね。まあ初めての場所ばっかりなんで。えー、皆さんいかがでしょうかね。地下鉄あるいは地下の駅。<laughs> ね、えー、馴染みあるでしょうか <laughs> まあ乗り鉄の対象としてはあんまり馴染みはないところですけれどもね。まああえて地下鉄を乗り歩く企画。 うんまあ、景色は、まあ、難しいので、まあ、時々地上を走る部分もあったりしますけどね。<laughs> まあ地下鉄企画。まあ、列車というよりは地上に上がってなんかね、えー、名所を訪ねるとか、ね、保存車両を探しに行くとか、<laughs> 美味しいものを食べに行くとか。 まあそういう感じでやってみるのも面白いんじゃないかなと思ったりしました。で、あとありがたいのは地下鉄はね、大抵安い一日乗り放題券というのがあって、まあ、先日の対決旅の時もね、エンジョイエコカードという、えー、バスと地下鉄両方ね、まあ、大阪メトロと大阪シティバス両方が乗り放題になるエンジョイエコカードというのを買ったんですけれども、休日だと620円、えー。だから地下鉄だと3 回乗れば、ね、まあ初乗りでも3回乗れば元が取れるという。で、えっ、ー、と、バスだと、えっ、ー、と、大体210円なんですね。1、えー、乗車210円なんで、3回以上乗ればお得ということになるんで、まあ、そういうのを買ってね、まあ、普段乗らないような路線を訪ねてみるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。はい、えー、まあ、ちょっと今日は、珍しく地下鉄の話をさせていただきました。 えっと、伊佐山さん、今日は昨日接種したコロナワクチンで熱が出て一日中休養します。えー、っと、免疫力落ちているかも、えーね。もう何回目でしょうか。あれね、ワクチンを打つと、ね、打つ方がなんかデメリットがあると言いますか。えー、私も2回目と3回目かな。 一回目の時は意外とな、ともなかったんですけど、二回目、三回目がちょっときつかったですね。なんかもう覚えてないですけど、熱が出た、熱というか、そうですね。なんかいわいダブル、悪くなった感じがしましたね。岩木さんどうもおはようございます。赤堀さん、メトルは時刻表の安定感がつきそうですね。まだいてパターン化されてますし、まあ、で、そんな待ち時間なくね、次々来ますしね。 うん、まあ、そういう安定感ありますね。上田さん、おはようございます。肌寒い朝です。あちょっと場所によって感じ方が違うのかな。はい。まあ、11月になりましたからね。椎本さん、どうもおはようございます。えっ、ー、と、八尾南駅の到着メロディーは河内温度です。あ、そうなんですね。八尾南終点ですね。えっと、 誰かの名刺にある京都市交通局東西線の車両は全線地下フルスクリーンのホームドアでベールに包まれた存在。あ、そうですね。そうそう。あの、駅で取りテスできないっていうね。えー、そういう、うん、まあ、マニアにとってはちょっと残念なところはありますね。伊藤さん。 地下鉄で地上部分を走行する電車がいろんな都市でありますが、そんな乗り鉄さんはいないですかねと <laughs>。まあそういうところを尋ね歩くっていうのもいいかもしれませんね。はい。えー、えー、まあいろいろありますかね。名古屋だとどこになるんだろう。あまあまあそうか。末端区間は地上に出てたりとかするのもありますね。まあ名鉄と相互乗り入れとかもありますしね。 えっと、小西さん。地下鉄で先頭から前を見ていると、アップダウンがあったり、渡り線があったり、意外な引き込み線があったり、楽しいですよ、ということでね。まあ、見るポイント、いろいろありますね。えっ、ー、と、今井さん。えっ、ー、と、先日は何場地下で最初迷いました。<laughs> あらあら <laughs>。まあ、迷いますよね。うん。あのー、それはあのー、ただの通路ですからね。 まあ案内表示があればいいんですけども、まああるんですけれども、表示がどこにあるのか気がつかないっていうね。<laughs> うん。だからわかんないから地図とかね、あの行き先表示を探すんですけれども、それがどこにあるのかわからないと。<laughs> 結局わかんないから改札戻ってね、金さんに聞いたりとかっていうのはあるあるです。田渕さんどうもおはようございます。 えっと、C 元さん、先日、森宮駅でホームに千日前線の車両が止まっているのを見ました。えー、噂、あの、阿波沢渡り線を通ってきたのでしょうね。大阪メトロで阿波沢渡り線運行ツアーやってくれませんかね、と。そうですよね。まあ、あの、一般には知られてないですけれどもね。まあ、その、車庫とかに行くのにですね。 えー、旅客列車は通ってないけれどもつながっている渡り線っていうのがあるということで、まあ、通ったとしても分かんないですよね、まあまあ、通ってで着いた駅先の駅が全然ね、えー、違う路線の駅だったっていうようなね、まあ、そういうのところでしょうか、まあえー、とポイントを通過した時の、ね、通過音と <laughs> なんか、ね、車掌さんがアナウンスしてくれれば分かるかもしれません。 たまにやってたりしますかね、そういう渡り線に乗れるっていうのは、あんまりめったにないですよね。JR とかだとね、JR 貨物のね、えーまあ、専用線みたいなところを通れるみたいな、えー、ツーアー企画があったりしますけれども、まあ、そういうのやったらね、まあ、確実にてっちゃんは集まるんですけれども、まあね、あの高い金をふっかけてやったらいいと思います。はい えーということで、今日は地下鉄のお話でした。えっ、ー、と、もう7時14分ですね。はい。長時間ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、あと、森さん。平城宮跡を通る京都市交通局の車両はこれ何という感じです。ね。えっ、ー、と、奈良までね、まあ、近鉄の線路を通って京都市交通局の車両が来ますね。 まあ面白い運用だなと思います。はい、どうもありがとうございました。今日は水曜日ですので、乗り鉄旅行会 TV 夜のライブ配信もございます。メンバーの皆さんぜひそちらもご覧ください。それでは、えー、今日はここまで。それでは皆様、良い一日を。